こんにちは、ハイズラボです。仕事用で使うために MacBook Pro 2012年の非レティーナモデルを中古で購入しましたが、購入した段階で SSD 化だけではなく光学ドライブを HDD に変更してありました。このモデルは簡単にメモリ、SSD、HDD、バッテリー等を交換できる最後のモデルなので結構貴重です。 SSD と HDD で動いているということは、この HDD を SSD に変えてダブル SSD にすればいろいろはかどるのではないかと思いつきました。ということで、今回はこのダブル SSD にしてみようと思います。まず底面のネジをプラスドライバーで10箇所外します。画面上部の位置にある3箇所だけネジが長いので、ネジを締めるときに間違えないように注意してください。カバーを外します。バッテリーのコネクタを外します。光学ドライブ HDD マウンターの箇所にあるケーブルを3箇所外します。プラスドライバーでネジを3箇所外します。HDD がついているマウンタを取り外します。HDD をマウンタから取り外します。
今回購入した SSD はこちら、シリコンパワーの A55SSD512GB です。SSD をマウンタに取り付けます。隙間を埋める部分を取り付けた後、テープで固定します。マウンタを本体に取り付けます。マウンタのネジをプラスドライバーで1箇所締めます。プラスドライバーでネジを2箇所締めます。外したケーブル3箇所をしっかり挿します。バッテリーのコネクタを挿します。カバーをします。プラスドライバーでネジを10箇所締めます。3箇所だけネジの長さが違うので、間違えないよう注意してください。これで完成です。それでは Mac を起動し、ディスクユーティリティで取り付けた SSD をフォーマットしましょう。ディスクの名前は任意の名前に、フォーマット形式はMac OS 拡張括弧ジャーナリングを選択、方式は GUID パーティションマップを選択して消去ボタンをクリックします。しかしまさかのエラー。仕切り直してもう一度。それでもエラー。いろいろと調べて試したのですが、どうやら SSD とマウンタ、もしくは MacBook Pro との相性が悪いのが原因のようです。 HDD なら問題ないのですが、 SSD にすると問題が発生するようです。このマウンタは購入時から付いていたものなので、次回は別の製品のマウンタで試してみようと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。